まずは区内の出来事をお伝えするウィークリーニュースです。6月13日、障害学習センターで行われたチャレンジ共和国の模様をお伝えします。小学4年生から中学生までを対象に、学校や学年を超えた仲間づくりを目指すチャレンジ共和国。全4回のプログラムの中で、さまざまなことに挑戦し、自主性や協調性を育みます。主催は荒川区教育委員会と荒川区少年団体指導者連絡会です。3回目のこの日、小学4年生と5年生を対象にしたエンジョイコースでは、真っ白なバンダナを赤、青、黄色の3色の染料で染める虹色染めに挑戦しました。小学6年生と中学生を対象にしたマスターコース、講師は荒川エコセンターなどで講座やエコなイベントを開催しているエコ生活広め隊の皆さんです。合成香料や合成洗剤の環境問題について学んだ後、化学物質を使用しないナチュラル素材の虫除けスプレーと石鹸作りに挑戦しました。石鹸作りでは、粗く削った無添加 100% 石鹸成分の石鹸をビニール袋の中で混ぜ、そこにカモミールのハーブティーとラベンダーの精油、そして蜂蜜を加えて混ぜます。最後にドライハーブで飾り付けをして完成です。参加した子どもたちは、世界で一つ自分だけの石鹸作りを楽しんでいました。完成した虫除けスプレーと石鹸は、夏休みに行われるチャレンジキャンプで使うそうです。以上、ウィークリーニュースでした。